はい、どうもざわと申します。ガノちゃんルート続きの方やっていくんだけど、さあデート会、今回はファミレスからということで、はい、まあどうなっていくんでしょうかね。まあここまで結構いい雰囲気で来てるんでね、ガノちゃんは主人公はちょっとほほーみたいな、ちょっと毛をされてるけどはい、どうなっていくのか、じゃあ見ていきましょう。気づけばお昼を少し回っていたのでファミレスへとやってきた。あー、この前のフェア終わっちゃってるんだ。あー、なんかあったね、前回モンバスのコラボフェアみたいなで、セラさんがめっちゃテンション上がるみたいな。でも飲み物とかデザートまでついて格安になる新しいキャンペーンが始まったみたいですよ。へー、じゃあそれにする。はい、このカップル御用達ラブラブセットというやつにしましょう。推しがすごいな、セラさん。もう止まんないよね、前回から。ラブラブカップルでの利用で 20% オフの上に専用のデザートまで選べるそうです。確かに2割引きというのは俺の財布に優しい。それに今の俺たちはカップル、過去ごっこだ。何も遠慮することはない。まあな、そうカップルなんだ。しかもラブラブな演技だけど。テーブル隅のボタンを押してウェイトレスさんを呼ぶ。かしこまりました。カップル御用達ラブラブセットを2つですね。はい、カップル御用達を2つです。カップル御用達を。うん、妙にカップルを強調して再確認する倉賀野さん。真面目なガノちゃんらしいや。そんなに真剣になっちゃってさ。おい、あの子めっちゃイケてね。おお。でも男連れだぜ。さっきカップル限定のセット頼んでたし。おお、カップル御用達ラブラブセットな。マジか、くそー、なんであんな冴えなそうなやつに。周りの男どもが羨むのもわかるぞ。わかるよな。一緒に座ってるだけでなんだか俺の鼻まで高くなってくるくらいの女の子だもんな。うまかったな。はい、でも少し量が多めでしたね。お待たせしました。食後のデザートをお持ちしました。おーね、そういうのもあんの。彼女の目の前には大盛りのパフェが一つ。いくらデザートは別腹とはいえ満腹状態な彼女には厳しそうだ。よかったらこのパフェ少し食べませんか。そうだな、それじゃあ半分こしよう。はい、半分こしましょう。バスケットの中に置いてあるスプーンを手に取ると半分程度を自分の皿に移す。うん、あ、なかなかいけるぞ。あの立脇さん、ん、ん、ですね、こういうのがやっぱりデートごっこらしいと思うんですよ。ほう、ですので、はい。目をキュッと固く閉じながらスプーンを口の前へと突き出してくる。ほう、もしかしてあーんってやつ。はいはい。そうか、あーんか。努めて冷静に返してはいるが内心はお祭り状態だ。だってあーんですよ、あーん、人生初のあーんだよ。しかも倉賀野さんからのあーんだよ。わかるよ。よっしゃー、思わず心の中でガッツポーズを取ってしまう。おい見ろよ、あーんしてるぞ、俺もあんな子からあーんされてー。あー、くっそー、今すぐあいつと変わりてー。わかるぞー。羨望の声に背中がムズムズしてくる。確かに気恥ずかしさはあるけれど、それよりもこのチャンスに胸が躍った。それじゃあ、はい、あーん。ドアップ、あー、それでお味はどうでしょうか。うまい、食べさせてもらうだけで5割増しぐらいに感じるこの不思議。よかった。ぶっちゃけ緊張しすぎて元の味がどんなだったかいまいち覚えてないけどな。うん、そうか。私もしてもらっていいですか。いいんですか、逆に。俺が浦賀野さんに。私も食べる練習をしておいた方がいいと思うんです。
言われてみればそうかもな。それじゃ、浦賀野さんが口を開けつつこっちへ顔をちょこんと突き出す。何この可愛い生き物。餌を待つひな鳥のようなか弱さとおずおずと口おずおずと開いた口の底はかとないエロさの融合、わかる。今あーってさ待ってんでしょ。うわーえぐいね。たまらん。マジで頭がクラクラしてきた。立て巻さん、いつまでも口に運ばない俺を見て小首をかしげる。ごめん、もう一回してもらえるか。はい。この町、町を、町顔って言ってないの？反応してないか、お前。再び口を開く。うわ。口は半開き状態。伏せられた長いまつげ。何より俺を信頼しているというこのポーズ。このままもっと見ていたい。そう思いながらも、俺は倉賀野さんの口の中へとアイスをそっと運ぶ。食べてる。倉賀野さんが食べてる。俺が突っ込んだスプーンですの、いやわかるわ。いやいらんそれいらんわ。いやかっこいらんのよ。美味しそうに食べてるよ。美味しいです。逆にスプーン以外何を突っ込むんだ。おーっと熱っぽい吐息をこぼす。やべえ、思わず生つば飲み込んじゃった。美味しかったのでもう一度してもらっていいですか。今のもう一度。いろいろ堪能できるな。もういろいろな想像しながらお前も堪能しろ。待て、そんなことをしたら俺の精神が持たないかもしれない。あ、でもさっきの顔をもう一度見たいし。OK だ。それでは。乗ってきたなお前も。やっぱりかわいい。ファミレスじゃなかったらゴロゴロと転がるところだったぜ。似たもん同士だな。ごちそうさまでした。浦賀野さんは満足げというか幸せいっぱいという表情をしていた。この顔に俺もつられて思わずにやけてしまう。っていうかこんなに悪徳な思いをしてしまっていいのだろうか。うん、いいんだよ。デートごっこ最高だぜ。ふぅ、よかったな。でもお前の中ではずっとごっこなんだもんな。もうどうしようもないぐらいに。ファミレスを出てからも街中で一通り遊んで日も暮れかけた時間、俺たちはまた最初の公園へと戻ってきていた。今日はとても楽しかったです。浦賀野さんと並んでゆっくりと歩くたびに俺たちの影も寄り添うように一緒に動く。回数重ねるたびに分かりました。男女のお付き合いも悪くないかなって。少しでも役に立ったならよかったよ。浦賀野さんの手が俺の手にちょこんと触れる。ちょんか。一度、二度、三度。最初はたまたまだと思ったけど、だんだん触れる回数が増えてくる。行く。夕日に照らされた二つの影がついたり離れたり。お互い何を話すでもない。二人とて緊張しているわけでもない。なんとも奇妙で微妙な雰囲気。くっついたり離れたりを繰り返していた影が一気に重なった。触れるだけだった手が指先だけを握ってくる。この方がデートっぽくないですか。おお。少し頬を染めつつもしっかりと俺を見据えて、大きな瞳がキラキラしながら俺の答えを待っていた。確かにこの方がデート感出るよな。胸を高鳴らせて俺も彼女の手を握り返す。指先だけの不安定なつなぎ方からしっかりと。お互い真っ赤なのは夕日のせいだけじゃないだろう。痛くないよな。はい、とっても優しく握ってくれてます。よかった。ちょっと恥ずかしいけど嬉しいです。お互い照れくさく笑い合う。手をつなぎながら歩みを揃えて、まるで本当の彼氏彼女のように。いや、俺はあくまでも練習台。揺れるな俺の心。彼女には好きな人がいるんだから。それじゃあ今日はこれくらいにしておこうか。もう
ですか？そろそろ日が暮れるし。いつの間にかこんな時間になっていたんですね。気がつきませんでした。楽しい時間ってすぐに過ぎちゃうんですね。俺も楽しかった。ごっこだってことを忘れちゃうくらい。私もです。ごっこじゃなくて本当のデートみたいでした。じゃあこれで俺の役目も終わったかな。え？浦賀さんがキョトンとした顔をしたまま固まる。もう練習は十分だろ。それにこれ以上は倉賀野さんが本当にデートしたい相手にも悪いしさ。それは…でも、まだ私はちゃんとデートできているかわかりませんし、もっとアドバイスが欲しいです。これ以上は本当にしたい相手とデートした方がいい。それでもダメだったらまた手伝うからさ。そうでなければこのまま勘違いしてしまいそうだ。こっちの身が持たん、精神が。まったく俺ってやつは自分の器の小ささを棚に上げて投げ出そうとしてるなんて。でもこれ以上こんなことを続けると彼女の信頼を裏切ってしまいかねない。だってどんどん倉賀野さんに惹かれている自分がいるから。まああれで惹かれないやつは男じゃねえあれされて。まあでもああいうのをうまく使ってさ、こう騙してくる人もいるわけだからな。まあ、強い意志を持たないといけないな。ダメだったらですか？と、ごめん、変な言い方しちゃって。思わず本心がにじみ出てしまった。自分で自分の気持ちをセーブできないなんて我ながら情けない。せっかく倉賀野さんが男女交際にいいイメージを持ち始めているんだ。このまま最後まで楽しく終わらせないと。わかりました。でもその前にデートの最後といえば、その、することがあると思うんです。お？別れの挨拶は今したよな。見送り？それもあるかもしれませんが、そうじゃなくて。反省会？反省会しなきゃいけないほど今日のデートダメでした？いや、バッチリ楽しかった。別れを惜しむ二人がすることありますよね？伺うような上目遣い。やめてくれよ。そんな顔をされたら、ぎゅっと抱きしめたくなってしまうじゃないか。まあな。もう抱きしめてめちゃくちゃにしたいよな。だからもうこれで終わりにしないと。倉賀野さんは好きな人と本当のデートをする。俺は、まあいつも通り一人だけど、そこは元に戻るだけのことだ。別れを惜しむ？握手とか。男の子同士だと、そうなんですか？いや、ないだろ。あんまないだろ。じゃあなーで手振って終わりだろ。状況によるかな。で、これも違うのか。まあ、スポーツとかだとあるな。なんだろう。男の子同士の別れ際、女の子同士の別れ際の様子を思い出す。手を振って別れる？別れることばっかりです。ま、どうしろとって感じなんだ、でも。ずーんと倉賀野さんが落ち込んでしまった。ダメだ。全く思いつかない。こういう時は、ごめん。お手上げだ。教えてもらってもいいかな。こういう時は素直に答えを聞くのが一番だ。映画とか、ドラマとか、小説とか、そういった恋愛ものの時にお約束ですることです。別れ際に、寂しいなって言いながら、口づけ？マジ？なるほど。お約束ね。そういう時って、大抵はキスするよな。で、他にヒントは？正解です！それです！正解でした！なんだ、キスか。てっ！キスキスってあのキス？魚とかじゃなくて？どうしてそこで魚が出てくるんですか？恋人たちが別れる時に魚をどうするんですか？ぶつけ合ったり？どんな恋人ですか？斬新な恋愛だな。とにかく恋人たちが別れを惜しむ時にすることをまだしてませんから、このままじゃ終了というわけにはいきません。いやだってなあ。だからキスしてください。乱高下がすごい。なんか
あのシーンのこのコメディーとシリアスの乱高下がすごいな。小さく震えながらキュッとスカートの裾を握る。耳の先まで真っ赤になり、目にはうっすらと涙まで浮かべている。さすがにごっこでそこまでするのはまずいって。ごっこだからですか？だってそういうのは好きな人とするものだろ。私は練習のつもりじゃありませんから。え？私は練習だなんて思ってません。潤んだ瞳と赤みがかった頬、そしてそのすぐ下には艶やかな桜色の唇。すぐにでも触れたい、キスしたいと思う。でも君には好きな人が。今の言葉、会長、それに立脇君じゃないか。おい、もうそれ付き合う流れやん。いっちゃんいらんって、お前いっちゃんいらん。俺たちはビクッと跳ねるように後ずさり、一瞬で距離を取った。こんな場所で奇遇だな。奇遇だな。何をやっているのだ。一発殴らせろ。たまたますぐそこで会ったので少しお話をしていたんです。ああ、そういうご名は何を。僕は見ての通りジョギング中だ。おお、鍛錬は欠かせないからな。さすがだな。お前はなんだかんだでもさすがなんだよね、いろいろと。もうちゃんと真面目だな。そういうとその場でスクワットを始める。それでは失礼しますね、ゴミョさん、立脇さんも。今日初めて見るかもしれない学園でのクラガノさんと同じような落ち着いた足取りで公園から出ていった。で、休日のこんな時間に二人で何の話を。いや、なんだろう。僕に聞くなよ。まあ世間話かな。なんで疑問系なんだ。まあそういうわけで俺も帰るわ。じゃあな。珍しい組み合わせだからつい声をかけてしまったが、二人とも様子が少し変だったよ。うん、まあ、あのいい雰囲気をぶち壊したということはお前は一生知ることはないだろうな。いや、今の流れも行くと思ったんだけどな。いや、やつが来たか。最大の障壁、やつなんじゃないかな。最後、もしゴミオが来てなかったらどうなってたんだろう。裏賀野さんのあれ、本気だったんだろうか。裏賀野さんは可愛い、見た目だけでなく性格も。そんな彼女にどんどん惹かれているという自覚はある。勘違いしちゃいかん。あくまであれはデートごっこ、ただの練習だ。そして俺は練習台。もやもやした胸中をため息とともに吐き出す。腹も急に減ってきたし、飯にするか。でもなんだろう、胸いっぱいというか。ああ、もう熱い風呂にでも入って早く寝よう。なんとか気持ちを切り替えようと必死になる俺だった。プライマルハーツ。いやー、でもモヤモヤがまた募っていくだけだな、これだと。うん、そうか。決定打は出ずに、また学園へ戻ってくるのか。まあ、どうなるんでしょうかね。じゃあ見ていきましょう。裏賀野さんのキス発言を一晩中ぐるぐる考えて寝不足気味な俺である。それにしても裏賀野さん可愛かったな。真っ赤になってみたりはしゃいでみたり、いろんな裏賀野さんが見れて、しかもそのどれもが魅力的だった。でもあの笑顔が向けられてるのは他の男なんだよな。どうして俺じゃないんだろう。おい、いきなりニヤニヤしたりがっくりしたりどうしたんだ。まあお前たちと同じようなもんだろ。男子生徒 A よ、人生ってうまくいかないよな。なんか深いこと言い出した。おはよう、アッキー。おはよう。おっす。おはよう。おはようでござる。おお、ござる。おはよう。いつも通り朝の挨拶。かなりおざなりなのは流してほしい。なぜなら今の俺はアンニュイな気分だから。いや、おはよう。誰？田中誰？お、って、お前誰？クラスメイトの田中だ。いや、誰だよ。ああ、転入したての頃に何度か話したっけ？もう全然覚えてねえわ。やべ、全然覚えてねえ。
いつも授業や林間学校で別の班だったから、こうして面と向かって話すのは初めてだけど。放課後時間取れないか。大事な話があるんだ。ネームドか。ここに来て断る。即答かよ。ちょっと悩めよ。っていうか断るなよ。クラスメイトの頼みだろ。俺にそっちの気はないからな。俺だってねえよ。違うよ、真面目な話なんだって。相談事？まあそんなとこだ。はて、なんだろう。相談に乗れるほどの仲ってわけでもないし、正直思い当たる節がない。よくわかんないけど、まあいいぜ。そっか、サンキュー、悪いな。なんだろうな、ガノちゃんが好きとか告白しに行くみたいな。次の授業からは100年戦争について教えていくわね。おお、100年戦争か。今日やったとこはテストに出るから、ちゃんと復習しておくように。先生が去っていき、放課後になった。さて、疲れを癒すために帰って寝とげでも。立脇、ちょっと付き合ってくれと。そうだったな。で、どんな話？ちょっとだけ待ってくれ。すぐにみんな帰るだろうから、そしたら教室の端で話そうぜ。そんなに聞かれたくないのか。先に断っておくが、金ならないぞ。なんでそうなるんだよ。あれ？じゃあなんだ？それは…まあ、もうちょっとだけ待ってくれ。頼む。ん？で、みんな帰ったし、そろそろ話してくれるんだろ。あのさ、こんなこと聞くのも変かもしれないんだけど、お前、最近倉賀さんと仲いいよな。おう、確かにそうかもな。よく話したりするし。それで？嘘をつくつもりもはないが、さすがにデートごっこのことまでは言えないので、そこはぼかしつつ話を続ける。ぶっちゃけて聞くけど、お前ら付き合ってんの？俺と倉賀さんが？今の話で他に誰がいるんだよ。おお、そっか。あまりに突拍子もなかったんで、面白い返しもできなかったぜ。ってことは付き合ってないのか。なんとなくそんな気がしたけど違うんだな。うん、もう付き合ってるようにしか見えないじゃん。防がれたのよ。うん、結構防がれてるのよ。ああ、そう見える。それだったらどれほど良かったか。ええ、何お前、倉賀さん狙ってんの？狙ってるとか言うなよ。そういうんじゃない。でも可愛いよな。わかるわ、ほんと可愛いよな。じゃあセラさん、好き好き同好会作るか。じゃあ親衛隊作るか、カタカナみたいな。なぜかがっちり握手をする俺たちである。それでさ、俺倉賀さんのこと好きでさ、お告白しようと思うんだ。おお、行くんだな。え、マジで？ああ、行けそうかな。お前から見てどう思う？ちなみにどのくらい仲いいの？話したことはないな。おお、でもこれから付き合っていくうちにみたいなね。ちょ、それ絶望的じゃね？やる前から勝負ついてね。やっぱそう、彼女と仲がいいお前から見てもそう思う？仲いいとか関係なく、世間一般的に無理じゃないかと。裏山も登ったことないやつがいきなりエベレストに挑戦する的な。的確な例えだな。でも俺なら登れたりしないかな。その根拠のない自信どっから出てきたの？怖いわ、若いって怖いわ。無鉄砲にも程あるわ。でもさ、こういう無鉄砲さって逆に羨ましく感じるんだよな。卑屈なというかさ、ネガティブなやつからするとな。ところで倉賀さんってフリーなのか？俺が知る限りでは恋人はいないはず。でも気になる人はいるらしい。その練習のためのデートごっこだけだ、だったわけだし。ああ、なんかへこんできた。そうなのか。それじゃあ望み薄そうだな。諦めるの早すぎだろ。おい、俺は負け戦はしない主義なんだ。残念だけど彼女のことは綺麗さっぱり忘れるよ。いやいやいや、その気になってるやつがお前かもしんないだろう。まあそれもお前の自由だけどさ。そういうお前はどうなんだよ。可愛いって思ってんだろ。もう可愛いからも抱きしめてキスして押し倒したいもんな。
ああ、無理無理。俺なんて最初から土俵にも上がってないから。仮に告白なんてしたら、倉賀さんに迷惑をかけちゃうどころじゃ済まないし。だって、今まで散々デートごっことかをしてた相談役が、突然豹変して告白とかマジありえないだろう。確かになんかセフレがいきなり告白してくるのマジありえないみたいな感じらしいね。知らないけど。結構なんかそういう感じらしいね。そういう意味だと、俺の立場って完全に積んでるよな。まあ、一番近いけど一番遠いみたいなやつね。お前も諦め早いじゃねえか。そうかもな。落ち込むなよ、元気出せって。相談に乗ってくれた礼に飯をおごってやるからさ。マジでやけ食いしちゃうぞこの野郎。よっしゃ、じゃあお好み焼きでも食いに行くか。なんかめっちゃ仲良くなりそうだな、この田中と。さてと、林間学校でしばらく留守にしていた分、今日はしっかりと学園中を見回らないと。俺と倉賀さんが、この声は立脇さん。私の耳ってすごい。だってこんな距離なのに彼の声を聞き逃さなかったもの。ほんとすごいな。まだ学園に残ってたんだ。それじゃあちょっとだけお話できたりするかな。ウキウキ気分で彼の教室の前まで行って足をすぐに止めた。うわぁ。それでさ、俺、倉賀さんのこと好きでさ、告白しようと思うんだ。え、私？今立脇さんとお話ししている相手から私の名前が出てきた。これはあくまで月下会会長として不穏な内容の会話かどうか確かめてるだけで、いくら言い訳を重ねたとしても本心は隠せない。いけないと思いつつも入り口近くで耳を澄ましてみる。あ、そういう感じなんだね、澄まし方。なるほどね。え、マジで。ああ、いけそうかな。お前から見てどう思う？立脇さん、なんて答えるんだろう。もし告白を進めたりしたらどうしよう。私に興味なんてないってことだよね。俺が知る限りでは恋人はいないはず。でも気になる人はいるらしい。そうそうそう、言っちゃってください。俺だってその素敵な声って。やばいだろそれは。それはさすがによ。あー、無理無理。俺なんて最初から土俵にも上がってないから。え？ちょっと待って、どうしてそうなるの。お前も諦め早いじゃねえか。そうかもな。でも諦めちゃってる。待って待って、これって状況を整理すると、私の好きな人を別人だと勘違いしてる。そらそうよ。いや、そらそうなのよ。いや、会話の流れで、っていうか、会話の流れというか、まあ、いろいろ察しが悪いワッキーもワッキーだけど、まあ、別にいるよねっていう流れだから、これ。そんな、どうすればいいの？行くしかないのよ。よろよろと体を引きずりながら、なんとか教室から離れた。まさか、立脇さんに勘違いされたなんて。なんでこんなことになっちゃってるの？自業自得という言葉を、ご存知ですか？ここまで来るとは、ね、いやー、そのまま行くんか。もう勘違いしたままなのね。帰って部屋に戻り、すぐに部屋着に着替える。うわ、これこじれるぞ。大丈夫か。脱いだ服なんてそのままに、急いでパソコンの前に向かう。立脇さん、ログインしてるかな。もうなんかベルトさんじゃなくて立脇さんだもんな。それにしても、なんで勘違いするのかな。もう私なりにかなり頑張ってアピールしたのに。確かにな。全く伝わってなかったどころか、別人だと思われてたし。気持ちは口にしないと伝わらない、それは分かっているけれど、アレスの件があるから全部を言うわけにはいかないし、そうなると彼に嘘をつくことになる。それは嫌だから、遠回しに必死で好きですって伝えてたのに。なっ、あんだけアピールされてさ、最後、いや最後だったんだよな。でもな、最後やつが来たことによってな、全てもう崩壊したんだよな。あ、ベルトさんいた。ネットゲームにログインしたからといって、この中ではアレスでしかない。話しかけたからといってどうにかできるわけじゃないのは分かってるけど、でもそれでも勘違いされたままなのは嫌だった。ベルトさん、こんにちは。おお、アレスか。
ここまではいつも通り。でもここからどうしよう。下手なことを話したら私がクラガノセラってことがバレちゃう。それに盗み聞きみたいな真似をしていたことも。あれ、ベルトさん、今日は装備がいつもとちょっと違いますね。何その失恋した女子みたいな。なんか失恋した女子がなんかそういうムーブをするのか知らないけどさ。なんかな、ちょっと気分転換みたいな。まあな、ちょっと気分転換したくなってさ。何かあったんですか？まあちょっとな。もしかしてさっきの話のこと？なんて思うのは自意識過剰すぎかな。何かあったんですよね。よかったら聞かせてください。別にいいよ、話すようなことじゃないし。そんなこと言わずに回復薬10個あげますから。いや、その理屈はおかしい。ミスしてないのに受け取るわけないだろう。じゃあ話してください。我ながら支離滅裂だと思う。画面の向こうの彼も明らかに戸惑っているし。まあそこまで言うなら話すけど、面白くもなんともないぞ。全然構いません、何でも話してください。よくある話なんだけど、クラスメイトに恋愛の相談を受けたんだ。来た。いきなり本命が来てしまった。ここは焦らず、いつも通りに。恋愛相談ですか。それでどんな話だったんです？あれか、ワンピースのあの小人たちかな。何々です？何だったっけ、レオか。噛んじゃった。バカバカ、私のバカ。俺がよく話す女の子がいてさ、この子のことが好きなんだってさ。で、告白しようと思ってるって。お、流してくれた、よかった。まあでもレス、まあ何だったです、まあ、まあまあまあまだね、ある範囲ではある。で、その女の子には気になる人がいるって伝えたら諦めるってさ。気になる人って本人から直接聞いたんですか？いや、誰とまでは聞いてないけど。もしかしてその子の気になってる人ってベルトさんじゃないんですか？かわいい。言い方いいな今の。なんでそうなるんだ、なんでそうなるんだじゃないでしょう。じゃないでしょう。ものすごく冷静に返されたんだけど、これは思ってたよりも根深いかも。だってその女の子とよく話すんでしょ、ならそうかもしれないじゃないですか。なんとか誘導を試みる。それはないな。決めつけるのは早いですって。今までそう感じたことはなかったんですか？二人きりになった時とか、一緒に何かしている時とか。祈るような気持ちで返事を待つ。やっぱりそれはないかな。どうしてそうなるの？すごいな、もう好きな人に別人が好きだと勘違いされてるなんて、こんなのあんまりだよ。だってベルトさんとその子はデートまでしたんですよね。あれはごっこであって本当のデートではないからな。その子の好きな人の代わりに練習に付き合っただけだし。そこだ、そこですれ違ってたんだ。確かに私はベルトさんとのデートの練習って思ってたけど、ベルトさんは立脇さんなわけで。あれ、そういやお前にデートの話したっけ。しまった、ついクラガノセラの知識で言っちゃった。やったな、言ってたじゃないですか、なんか女の子と出かけたって。そっか、お前とは最近ぶっちゃけトークが多いからそんなことも言ってたような気がするな。ま、そんなわけでこの話はおしまいにしようぜ。え、おしまい？やだ、このまま勘違いされたままおしまいなんて。あ、涙出てきちゃったかも。ここまで察しが悪いとな。目元をゴシゴシっとこすり気合を入れ直す。もう私がだらしないおっさんとか今まで黙ってたとか言ってる場合じゃない。もうちょっと今ここまで来るとね、軽蔑されるかもしれない、嫌われちゃうかもしれない。でもそれでも私の気持ちを勘違いされたままの方が嫌だ。だって私が好きなのはあなただけなんだから。女は度胸なんて言葉を思い浮かべながら口を開く。ベルトさん急なんですけど、なんだ、また回線がおかしいのか。やたらどもって聞こえたんだけど。急ですけ
は？待ってください、お願いします、大事なお話があるんです。会うってひょっとしてオフ会ってやつ？そうそう、それです。まあいいけど、一度オフ会ってのもやってみたかったし。それじゃ決まりですね。二人きりでオフ会ってのもあれだけどな。それでいつがいい？明日でお願いします。急だな。おい、どうしてもすぐに言わないといけないことがあるんです。でも明日平日だぜ。急ぎの話なら今でもよくね。直接会ってきちんとお話ししたいんです。まあ放課後なら時間取れるけどさ。え、お前そもそもどこに住んでんの？自分も寮ランチですから大丈夫ですよ。お、言ったな。なんだそうだったのかよ。じゃあひょっとしたらリアルですれ違ってるとかあるかもな。いつも顔を合わせていると言いたかったけどぐっと飲み込む。今はまだ言う時じゃない。会ってちゃんと全部伝えるんだ。待ち合わせの場所と時間はどうしましょうか？夕方5時に、そうだな、洋蘭自然公園で。お、再びあの公園か。わかりました。あー、でも顔わかるかな。あの公園意外と広いし。そうだ、お前携帯版のモンバス持ってたよな。あれ持ってきてくれ。あれがあれば最悪チャットでも連絡取れるだろ。わかりました。ではまた明日。もう心臓が限界だったので私はそこでログアウトした。自分でもいきなりな行動だったと思う。でもこれでやっと気持ちを伝えられる。私がアレスだって知ったらどんな顔されるんだろう。考えちゃダメ。嫌われるとか失望されるとかそういうのは考えないようにしよう。じゃないとせっかくした決意がどんどん鈍っちゃうから。好きだって伝える。結果は考えない。苦しいくらいに心臓がドキドキしている。喉もカラカラに乾いて手には汗がびっしょりだ。何度も深呼吸をした後、絶対に忘れないように携帯ゲーム機をカバンに入れた。うわーすごいなー。マッキーもビビるだろうな。明日ですか？みたいな。え、両乱視っすか？みたいな。いや、両乱じゃん。オーランか。オーラン視だっけ？忘れちゃったよ。もう両乱って言っちゃったよ。いや。はい、とりあえず、今回は、ここで終わりにしようかなと思います。次回はもう、ネタバラシ告白会かな？いやー、今回がもう告白会なんのかなと思ってたんだけどな。5秒のやつ、あいつなー、マジ。やりやがるな、あいつ。やるな。なかなかこじらせるね。はい、ということで、次回、どうなっていくのか、お楽しみに。いや、次回、マジで楽しみだな。じゃあ、バイバイ。